はい、サディカーボーカー、本日のですね、感染拡大ニュースまとめ、2021年1月16日、読んでいきたいと思います。はい、それでは一番最初のニュースからです。パタヤ市で24万回分12万人分のワクチン購入計画、住民に無料提供の意向ということで、昨日2021年1月14日パタヤ市のソン・タヤー市長はパタヤ市民のために24万回12万人分のワクチンを市で購入し、パタヤ市民に無料で接種する考えを語り、市の財政計画と照らして可能かどうか調べようと指示したことを語りました。1月14日パタヤ市のソン・タヤー市長はパタヤ市民のために24万回分12万人分のワクチンを市で購入し、パタヤ市民に無料で接種する考えを語り、この実現可能について市で財政計画などの調査を進めています。ソン・タヤー市長は今後プラユット内閣の承認などが必要になるが、承認された場合パタヤ市民に無料でワクチン接種を行う考えを語りました。ソン・タヤー市長は現在パタヤ市の登録人口は約12万人であり、この全員にワクチン接種を行うために24万回分の接種が必要になる。この接種の1回の接種コストが仮に300バーツとすると全体で7200万バーツが必要であり、これを鏡見て8000バーツの予算確保を目指していることを説明しています。なおパタヤニュースは本ニュースについて現時点ではまだ大枠での計画検討であり、外国人住民を含むのか、具体的なスケジュールは使用されるワクチンはどのワクチンなのかなど詳細は未定であることをコメントしています。報道されている概要は上記の通りです。市長のコメントでワクチン1回の接種のコストが300バーツということは、以下の各リストにおける米国製ワクチンは除外されるため、タイ政府が大規模に購入する予定のイギリスのワクチン120バーツに接種のためのコストとして180バーツを加えたものでしょうかということです。もしくは以下の一覧に入っていませんが、中国のワクチンの可能性もあるため注目がされるニュースとなっています。はい、次のニュースいってみます。次のですね、これから見るニュース3つなんですが、ちょっと関連あるかどうかわからないんですが、ちょっと気になりましたので、見てみたいと思います。はい、こちらのニュースからです。ちょっとざっと見ていきます。タイ西部カンチャナブリのホテルに閉鎖命令、感染対策でということで、1月14日に、感染の蔓延を防ぐために県内のホテル、リゾート、または同様の施設の閉鎖命令を発しました。閉鎖命令は次の通知があるまで有効ですということで、こういうふうな通知を出されているようです。これがちょっと1月15日です。時系列をちゃんとよく見ておいていただきたいんですが、次のニュースがクロスボンバータイランドからです。これも1月15日、昨日ですね、カンチャナブリ県内のホテル全館閉鎖へ、タイの感染拡大に大胆な対策続々と書いてあるんですが、カンチャナブリといえばバンコクから車で3時間程度、隣の国ミャンマーと接する国境の町、エラワの滝で有名な国立公園や映画戦場にかける橋でおなじみのクエー橋など、観光名所が豊富な日本人にもタイ人にも人気のエリアです。そのカンチャナブリも感染拡大の影響には勝てませんでした。カンチャナブリ県知事は、
感染拡大の蔓延を防ぐため1月14日をもって全てのホテル・リゾート関連する宿泊施設を閉鎖するように命じました。違反者は多額の罰金と懲役刑が科せられてのことです。この県の観光にこの県は観光客に人気があり、他県から人が流出すれば第2波の感染拡散を促進する可能性があることを考慮した措置になります。唯一免除されるのは地元の検疫としてまたは他の感染関連事項に関して当局によって使用されるホテルのみが営業可能です。唯一免除されるのは地元の検疫としてまたは他の感染、関連事項に関して当局によって使用される当局によって使用されるホテルのみが営業可能です。ちょっと進みます。人々は、緊急法令に反したとして最大2年間投獄され4万バーツの罰金を課せられ、その他法律に反した場合は1年の期間と10万バーツの罰金が課せられます。効果が出始めつつあると言ってましたので、とにかく早め早めの措置で、感染拡大を早期に封じ込め経済に慢心できる環境を整えましょうということなんですが、はい、今これ読んだ2つのニュースがカンチャムナブリの、ホテルなどをリゾート施設を全部閉鎖して、ただその、許可されたところだけオープンできるという内容なんですが、その次のニュースがこれ時系列的にはどうなんでしょうか。1月14日、ゴルフをしながら楽々検疫に指定されたゴルフ場6カ所が発表ということで、1月13日公衆衛生省の緊急オペレーションセンターは対入国した際の代替地方検疫 ASQ として政府承認のゴルフリゾート付きオプションを選択することができ、そのリストが発表されました。タイは2020年12月に外国人ゴルフファンのためのゴルフ検疫を承認しました。この6つの承認されたゴルフリゾートのリストは厳格な審査の結果選ばれています。タイのゴルフ検疫のための6つの政府認定ゴルフリゾートにはカンチャナブリ県3つ、ミダゴルフクラブ、エバーグリーンヒルズゴルフクラブ、ブルースターゴルフコースがあり、ナコンナヨッケン、ペッチャブリー、あとチェンマイというふうにあるということです。ミダゴルフクラブはカンチャナブリーの西部に位置し、800エーカーを超える敷地にレイアウトされたレギュレーションパー72コースで複数のヘアタイプが利用可能です。ドライビングレンジや練習場、スイミングプールなどがあります。同じくカンチャナブリにあるエバーグリーンヒルズゴルフクラブには97室のリゾート、クラブハウス、レストラン、ドライビングレンジ、テニスコート、スイミングプールがあります。またもう一つのブルースターゴルフコースは、パー72、7000ヤードのコースで宿泊施設と部屋のタイプを選択することができ、クラブハウス、ドライビングレンジ、練習場を楽しむことが可能ですということです。はい、あとの地域に関して説明はここに載っています。はい、この期間中にタイに訪問したい外国人ゴルファーは6つの認定ゴルフリゾートのいずれかで2週間の検疫期間を過ごし、リゾート環境内を移動したりゴルフをしたりすることが可能です。ただしこちらを利用する方はシングルエントリーツーリストビザまたはスペシャルツーリストビザを含め到着とエントリーのために全ての事前手配を適切に行う必要があります。
タイは感染流行下の間もゴルファーにとって楽園であり続けたいと思っているそうですと。ASQ は部屋から全く出れない気分があるので、最初の1週間は特にきつく、最後の1週間も我慢との戦いと言われています。でもこんな ASQ ならほぼストレスなく入国可能ですねということで、はい、いいかと思います。まあ、ゴルフされない方でも外に出れるというのは、また緑をこう見れる、空気が吸えるというのはすごく、ストレスから解消されるとは思います。ただ、空港から移動するときはトイレ付きのバスでしょうね、おそらく。例えば、車もですね、アルファードとか、バンですとか、トイレついてなければ途中止まってトイレに行かなければいけないので、そういうところを、ベッドちゃんと準備されているのであればいいと思うんですが、そうでなければ全て、車内で完結できるように、空港で乗っていただいてからカンチャナブリ、ナコン、ナヨックまで一直線で、行くような流れを作らないとまた困ると思います。これもしかするとこの計画を実際に実施するためもあって、先ほどのカンチャナブリの全てのホテル閉鎖ということで実施されているという側面もあるかなと思います。はい、はい、最後にですが、こちらのニュースも見ていこうと思います。今更ですが、タイはコンビニでマスク着用が義務付けされていますということで、日本から来たばかりの駐在さんと話をしていると、タイって普段マスクをつけている人多いの？と聞かれますが、いやいや、むしろマスクをつけていないとコンビニすら入れませんよと答えると驚かれることがあります。はい、タイのソーシャルメディアではセブンイレブンのスタッフがマスクをしていないお客さんにマスク着用をお願いしたところ、男は殴りかかってきたといいます。 SNS の彼の投稿によると、彼は会社の規則に従ってマスクを着用していない男性に外で待つように頼んでいました。すると突然男は殴りかかってきました。殴られたスタッフは現在も左耳が正しく聞こえず、左目の視力に影響があると述べています。殴った男に対してネット界隈では非難の嵐となっています。当たり前ですが、日本人はこういったことを絶対しないでください。日本人が同じことをやったらものすごいニュースになります。知らなかったでは済まないくらいの後悔を抱えることになるでしょう。はい、僕も絶対その通りだと思います。この殴った人何人なんでしょうか。これ、動画あるみたいですね。あれ、ちょっと待ってください。もう一回初めから見ます。ああ、今殴った、わかります。わ、殴った、何人でしょう。タイ人ですかね。で、一つここで気になるのが、マスクを持ってなかったのでマスクを買いにセブンイレブンに行った時です。この場合はもちろん入れないので、その時は外からスタッフを呼んで、申し訳ないけどちょっとマスク買いたいから代わりに買ってきてってお金渡せば買ってきてくれますので、そこは安心してセブンイレブンのスタッフに頼んでみてください。それでは本日のこのニュースまとめ以上です。ご視聴ありがとうございました。